ちらの方で音響もそれから皆様方のお座敷の方も用意しておりましたが、あいにくのことで、この場所を借りまして、させていただきます。ちょっとだけ前ですね、前の人が後ろが通られてもくださいね。マイクもないことですから、これくらいの方がよく通ります。全然大丈夫。はい、こちらかぶつきませんので。
何でしょう。今見るだけこういう建物が建ちましたけど。あ、立派なね、建物建っております。こちら随分と長い間空き地やった。空き地やったね、はい、ここであの実行委員会があったり。そうそう、でこの場所で薬庫茶屋言って。そうですね、はい、でここでやっておりますと、お迎えのうなぎ屋さんからお迎えの実行委員会ご祝儀いただいてそういういろんな青春の思い出でございます。かれこれ何年やってもらってるんですか。30年から30年大きくこのお祭りが第3回か第4回か、ね、さあそれでは奈良ちゃんのラッパが登場でございます。はい、クラシックの選手についてずっと練習しておりましたけど、ほんまやっと私が覚えた歌、20年間だよ。福知山というところがあるんですけど、京都の山手の方、福知山に来て20年間この曲を聴いて、やっと20年に覚えたというね。福知山をちょっとエンパイラーで出してちょうだいよ。
使うとお金がかかるんです。やっておりますけど、大阪の方の話題で、いつも通天閣というのがございます。小さなタワーでございますが、その下でよくストリートパフォーマンスをやっております。坂田三木さんのお茶があります。懐かしいから、聞いていただきます。